はい、TTC の皆さん、ナマステ。これは、自動採点の、ビデオの3本目になりますね。はい、3本目のビデオでは、質問の数を増やす、ということについてお話をしてみたいと思います。これはですね、先ほど作った、一つ前の、ビデオで作った、Google フォームですね。これ、見ればわかると思いますが、質問が一つしかないですよね。はい。で、クイズが、質問一つでもいいんですけど、二つとか三つとか質問を作りたいこともあると思います。そういう時には、まずはですね、これテンプレートなので、これをそのままコピーして、ちょっと編集するのがいいですね。はい。これ、デュプリケートっていうのがアイコンがここにありますから、ここですね。はい。まずこれをカチッとクリックしてみてください。そうすると、全く同じ質問が、ここにできていますね。はい。正しい答えも2、3番目のここになっています。はい。それではここに、同じ、みんなの日本語第3課から、次の例文で、行ってみたいと思います。次は、どこですかってやつですね。トイレは、どこですか？はい。で、その答えが、答えはあそこですというふうになっていましたね。教科書ではね。今3番目が正しい答えですから、じゃあここにあそこと入れましょう。あそこ。で、それ以外を、じゃあ、あれ、あれ、あれ。どこはもうそのままでいいですね。はい。もうこれで一応質問は、できましたね。でもね、このアンサーキーというのがまだ、前のままです。ちょっと見てみましょう。はい。これはさっきのフィードバックが、フィードバックがね、こちらの上の、質問のフィードバックのままになっています。ですから、この鉛筆のマークをクリックして、これを編集しますね。はい。デリートして、このどこがある、どこを含む質問は、場所を聞いていますよと。だから、その答えには、場所の答え、言葉が入っていま、入って、入っていなければいけませんと。ここ、そこ、あそことかね。そういうのが入っていなければいけませんね、ということです。はい。では、これをこのままセーブします。はい。で、これでもう、一応ですね、Google フォームの自動採点はできるようになっています。だけど、さっきこちらもこの3番目が正しかったんですよね。で、こちらの2番目もこの3つ目が正しいと、ちょっと、良くないですね。はい。なので、それを変えたいと思います。あ、でもその前に、まず、ここアンサーキーをね、アンサーキーを編集していたので、まずダウン。これをしなければいけませんね。はい。今、ダウンをしました。はい。で、今、3つ目が正しい答えになっているので、これを動かすことができます。上とか下にね。動かすには、ここの6つのね、点が見えると思います。6個の点が見えます。はい。これを、ドラッグ&ドロップって言いますけど、クリックしたまま、動かしますね。そして、クリックをやめます。はい。これで、上とか下に動かすことができるわけです。はい。今、この緑色のチェックマークも一緒に動いていますから、今は、1番が、このあそこが、正しい。そういうことになっていますね。はい。それでは、これをして、テンプレートの一つしか、質問がないテンプレートの問題を、増やすことができる、ということですね。そういうことについて、このビデオではお話ししました。はい。次のビデオでは、LMS ですね。学習管理システム、ラーニングマネジメントシステムから、この、自動採点の Google フォームを、出題する。そういうことについてお話ししてみたいと思います。ビルミレンゲー。